どうもこんにちは、ドッグトレーナー翔吾です。はい、今日の質問は、翔吾さんがトレーニングをするときにおすすめのおやつってありますか？おすすめのおやつですね。おやつもね、今はね、種類がかなりたくさんある。このかなり種類がたくさんある中で何を選んでいくのかっていうのはなかなか迷うと思うんですよね。いくつかトレーニングするときに使うおすすめもあったりするので、今日はそれからね、紹介していきたいと思います。まずですね、トレーニング中は手でちぎれるおやつの方がいいかな。例えばガムじゃないけども、ちょっとこういう硬いのもあるんですよ。こういう硬い系のやつだとワンちゃんたちが食べるのにも時間かかるし、切るのにも手で切りにくいから、トレーニングにはあんまり向かないかなと思っていて、もし使うんだったらあらかじめ最初に切っとくっていうのが必要かなっていう感じですかね。もしね、おやつで使うんであれば、こういうちょっと大きくても柔らかいタイプだと手でちぎりやすい。ジャーキーとかはね、柔らかいやつが多かったりすると思うんですけど、もしちぎるの大変っていう場合は最初からこうやってね、切ってやる、細かくなってるやつもあります。なのでこういうのを使ってあげると手でちぎったりする手間もある程度省けるかなっていうのはありますね。あとね、太っちゃったりすると嫌だなと思うんで、カロリー計算するっていうのが結構面倒だなっていう時には、例えばね、一粒何キロカロリーみたいな、もともとカロリー表ついてるよみたいなやつもあったりします。その他にもね、いろいろおすすめってあったりするんですけども、例えばワンちゃんたちが食べて美味しいおやつってなってくると、これトライプ系、これね、体にもすごくいいから、これトライプの鹿ホルモンミックス、これすごいワンちゃん好き。なので本当にね、特別な時のご褒美だったりとか、外とかのね、トレーニングの時にはすごいいいし、ワンちゃんたちの健康にももちろんすごくいいから、トレーニングの中で使っていくにはおすすめ。手で切りやすいからね、こういうのはいいですよね。その他にも、例えばいつももらえない美味しいな、特別なご褒美みたいなのを使ってあげる時がいいのかなと思うのが、こういうちょっと特別なね、レトルトっていうか半生みたいな、そういうタイプのやつ。これ開けてあげたらその場でちぎって使えるんだけども、ただね、お家でのトレーニングではすごいいいんだけど、外で使う時にはね、ちょっと手がベタベタするよみたいなのがね、あったりします。おやつじゃないんだけど、こういうね、ポーチ一つつけていくとすごい楽で、私このポーチすごい好きなのが、シリコンでできてるから丸洗いできるんですよね。丸洗いできるやつって結構便利で、布でも悪くないですけど、布だとね、やっぱ匂いが移っちゃうから、洗ったりが結構面倒だったりするかなと思っていて、これだと本当に除菌シートでキュッて拭いて終わりとかでもね、いけちゃうから、結構楽に使えるんじゃないかなと思っております。何より私たちが気にするっていうのが、今ここで紹介したのってもちろんおやつなんですよ。おやつ全部が揚げすぎれば良くないんだけど、こういう体にいいタイプのものを選んでもらってもいいし、カロリー気にしてもらってもいいし、ただどうしてもやっぱおやつっていう領域を抜けないってなってくると、例えばご飯ちょっと減らしておやつを使ってトレーニングするっていうのは、人間で言ったらご飯を食べないでポテトチップス食べてるじゃないけど、栄養的にどうなのみたいな心配ありますよね。ご安心ください。ちゃんと栄養のことを考えるんだったら、例えばこういうドッグフードなんだけど、おやつっぽいドッグフードもある。これイティって言うんですけど、これね、総合栄養食だからドッグフードなんですよ。なのでドッグフードでトレーニングをするっていうことができる。つまりは安心してご飯減らして、こっちのご飯でやるよねみたいにやってあげてトレーニングすると、一日のご飯の量をコントロールしてやってあげるから、もちろん太るっていう心配がある程度少なくなってくるんじゃないかなと思っていて、別にいいんですよ。ドライフードを減らしてあげて、それをトレーニングに使うっていうのも全然 OK なんですけど、ただドライフードでやると何が起きるかっていうと、ちょっと特別さに欠けるよね。毎日朝晩食べてるご飯をただ単に何かできたら入ってもらえますよみたいな、それよりもうちょっとせっかくだから嬉しいよね、楽しいよね、これ良かったじゃんみたいなのを演出してあげるっていうのは、こういったものを使ってもらうのも一つの手じゃないかなと思いますので、この辺だとね、比較的安心して使えるんじゃないかなと思っております。その他にもね、私もおすすめっていうとフリーズドライ系は特にね、夏持ち歩くのにはいいかなと思っていて、夏場ってどうしても例えばジャーキー系でもそうなんだけど、持ち歩くとふわふわしたのつくじゃないですか、カビ、あれね、一番がやっぱ水分含んでるとやっぱり出やすいから、こういったものだとね、持ち歩く時にもね、非常にトレーニングとかもしやすいかなと思うのと、フリーズドライ系っていうのは何か単体で入ってるとか、あとはミックスしてるって言ってもいいとこ2種類ぐらい、こういったものだとアレルギーの子たちにもちょっとこういうの入ってるからやめとこうかなっていうのでも、単体のものって非常に選びやすいんじゃないかなと思いますので、ぜひね、いろんなおやつ上手に使ってトレーニングしていただけたらいいんじゃないかなと思っております。はい、というわけでね、別にそれが全てじゃないんですよ。おもちゃが好きな子だったらおもちゃでやってあげてもいいし、ただおやつもね、やっぱり一番がどんな子でもね、食べたりするから、我々もトレーニングの切り口としてはすごい使いやすい。ただ使い方間違えたりするとすごい太っちゃったりとか、あとはご飯のね、食べが悪くなったりとかね、そういうのも出てきたりする可能性もありますので、調整は非常に大事になってくると思っております。ぜひね、これだけたくさん種類があるので、うちの子に合ってるものを見つけてあげて、一緒にトレーニング楽しく彩ってみてはいかがでしょうか。